今日は2011年の3月3日なんですが、ですね、昨日の投稿した PV なんですけども、ざっと見てみると、昨日どれぐらい上げたんだろう、30、40ぐらい上げたと思うんですが、40上がってますね。ここまでなので、40、これ全部上げれば、もうここからは3月1日で、ここから3月2日なんですが、まあ、全部これが3月1日だったら50なんですが、まあ、数えてみたいと思います。1、2、そうですね、バンディカムなんですが、容量を表示しなければいけないんで、まあ大丈夫ですね。で、やって載せてみたいと思います。一応、このウィンドウをちょっと他のモニターの方で出したんですけども、容量がわかんないとちょっと不安なので出したんですが、まず、1、2、3、一番上ですね、PV3、4、5、6と。6なんで、昨日46の動画を上げたみたいですね。そのせいか、どうかわからないんですけども、まあ、訪問者数が若干増えました。40人ぐらいになりましたが、マイページを見て、アクセスが、排斥を見てみると、昨日ですが、2011年の3月2日は、総アクセス数が47で、47、アクセス数が41というふうになっています。検索ランキング、検索時間別で見てみると、やっぱり動画アップロードした時間が多いのかなと思っています。あと、リンク元などを見てみるんですが、アメーバビジョンからっていうのは何なんだ、これは何だ、これは違いますね。ここから来てるっていうのもちょっとわからないんですが、これは APN-K303 っていうんですが、安心談本の記事ですね。まあ、あとは、PS2 バイオハザードについてなんですが、特に、視点いろいろのブログは特に出ていないんですけども、まあ、訪問者数、まあ、検索キーワードを見てみると、AP-K303 ですね。安心談本についてでしょうか。あと、島牧子というのが出てますね。あとは、瀬田な対立村上春という感じでしょうか。あんまりでも、投稿したから、アメーバビジョンに動画を投稿したので、結構訪問者数が増えたのかなぁと思っているんですが、そんなでもなかったのかなぁ。どうなんだろうっていう感じがするんですけども、どうするかですね。この後、まあ、動画をまだ上がってなかった動画を上げたいと思います。で、YouTube の方にこうやって今動画を上げているんですけども、40本近く動画を上げているんですが、ちゃんと上げられるかどうか。YouTube の方に動画を上げるときは、10本ぐらいで一度、それ以上上げないようにして、10本ちゃんと動画があってからまた10本追加するというような感じをやっていたんですが、今日はもう、この視線いろいろの全体音声レビュー236から290まで上げてみましたが、そうすると50、どれぐらいだ、ちょっと高速スクロールしてしまうんですが、まあいいや、一番下まで来たんですが、290までですね、290まで、上げたので、まあ、90から39を引くと54なので、54の動画をいっぺんに上げてみてるんですが、ちゃんと上がるかどうかっていうのが不安ですね。まあ、容量は、アメーバビジョンに統合するために作った動画なので 100MB。まあ、中には1つくらいは 100MB を超えてしまったやつがあったんですけども、まあ、今動画を全部上げてから、まあ、10分くらいしか経ってないんですが、まあ、2つ、まあ、56本も上げるので、最初に全部上げるまで15分くらいかかったかもしれませんが、もう最初の方の動画は1本、2本上がってますね。で、3本上がってます。100% になってます。4本上がってて、5本上がってます。6本上がって、で、まだここでちょっと、
このアップロード 100% というのはすぐなるんですが、この処理中が 100% にならないとちゃんと上がらないので、まだ止まってる段階ですね。で、まあ、こっち側の、アメーバビジョンの方にも動画を上げてみたいと思うんですが、動画を上げてみたいんですけども、なかなか、上がらないなぁと思っています。まずは284まで上がってんので、285、286、2856と上げてみたいと思います。で、今この撮ってる動画ももう 75MB ぐらいになったので、まあ、85MB になったら切ろうと思います。ただあんまりギリギリまでやると 100MB 超えてしまうので注意が必要なんですが、文章がいっぱいあるところでゆっくりスクロールするとどうしても容量が大きくなってしまうのです。なので、ゆっくりスクロールする場合だったら余裕を持っても切りたいと思うんですが、まだその特にまあ容量を使うような感じでは今のところないので、 85MB、 なるべくやっぱり動画は長く撮った方がいいのかなと思います。細切れになるよりはいいかなと思ってるんですが、でもやっぱり 80MB 来ると結構もう容量確認の方で何度も見てしまうなと思います。で、まあ一応ここで、まあ、81、まあ上げようか、もう1本上げようと思うんですが、85だ、86ですね。でコピーして上げてみたいと思います。もう 85MB なんで一回ここで切りたいと思います。